明日4月9日19時放送のフジテレビ系、逃走中×逃走中グレートコラボ SP は、同局で放送中のアニメ、逃走中グレートミッション、フジテレビ系、毎週日曜9時、そのスペシャルコラボ企画。エリアにアニメキャラクターが登場し、視察手内難関ミッションが発動し、逃走者たちを大混乱に陥れる、逃走中は、限られたエリアの中で、ハンターから逃げた時間に応じて賞金を獲得できるゲーム。決められた時間を最後まで逃げ切ることができれば高額賞金が手に入る。賞金への欲望と迫り来るハンターの恐怖の間で揺れる逃走者たちの心理、そして極限状態で剥き出しになる素顔。一瞬たりとも目が離せないスリリングな展開が最後の1秒まで繰り広げられる。今回、ゲームに挑むのは19人の逃走者たち。関口メンディー、エグザイルジェネレーションズが2回目の逃走成功を狙う。さらに、上一から金城壁会、河野純喜、佐藤慶吾のグループの中でも足に自信のあるトップ3が参戦。さらに、チャンネル登録者数が795万人超を誇る動画クリエイターフィッシャーズを代表し、元木とんだほが初参戦。アニメの、逃走中グレートミッション、でゲームマスター役を演じる声優、浪川大輔も前回のリベンジに燃える。さらに、お笑い界から3組のチャンピオンが参戦。2022年の、M1 グランプリ、王者、ウエストランドの井口博之と河本太志。そして、M1、でネタにされた、2022年の、R1 グランプリ、王者、お見送り芸人しんいち。バチバチいがみ合う両者は協力し、逃走成功なるか。また、お金が大好きなブレイク中のクズキャラ芸人、岡野陽一や、ミスター、逃走中、のアンガールズ、田中拓司、ベテランのオードリー、春日俊明と個性的な顔が揃う。バル、女性逃走者にも2人のチャンピオンが初登場。東京オリンピックのボクシングフェザー級金メダリスト、入江聖奈。そしてアクション俳優としても大注目、中国武術ジュニア選手権の優勝者、山本千尋も参戦。世界を制した身体能力でハンターを振り切ることができるのか。そして、日向坂46の川田ひな、大人気コスプレイヤーのえなこ、30年目に突入した、目覚ましテレビ、お天気キャスターの林ゆか、俳優、結城晃生も参戦する。バル、上一、金城壁会は、スピードと知能、パワー3つが試される回だったなと思います。川野純喜は、初めて出演させていただいて、思っていた以上にハンターがめちゃくちゃ速くて衝撃を受けました。佐藤慶吾は、勇気を出していろいろ頑張ったので、そこを見てほしいです、とコメント。フィッシャーズのんだほは、純粋に楽しかったです。が、2日くらい筋肉痛で動けなかったです、と出演後の感想を。浪川大輔は、大好きな番組なのでとても嬉しいのですが、とにかく緊迫と恐怖の連続でした。ハンター、進化してスピードアップしてるんじゃないかな。と話している。